6月19日より始まった行動部長とアコラボカードから、真眼の何を紹介。スペックは、残す剣豪武力7、知力6、防作効用で、亡霊持ちにしては優秀。経歴は、式6の亡霊で、武力プラス4、最大式が15になる。時代特殊の部隊は、敵と乱戦しているとき、追加で、武力プラス2、複数部隊と乱戦しても一律同じ。効果中に撤退すると、復活時間は15秒、効果時間は約 9.2 カウント前後。各勢力から時代特殊をかき集めた編成が基本になると思う。今回はその中から復活短縮と相性のいい特技復活3つ持ちのバンと組ませることを提唱。屈するものか。最後まで下は抜かねえ。マジかよ。呪い。切り直しだす。呪い。は。呪い。絶対俺は不死身だ。行くよ。俺に七難八苦を与えろ。背中は任せる。境よろしゅう頼ませ。流派発動。見ろ肩。いくよ。せやせやも。おいおい、マジかよ。俺は不死身だ。いくよ。行くぜ。もっと鋭く。強い。セボン。こんな感じで即時復活を使った鉄壁の守りとカウンターがこの組み合わせの真骨頂。ここは相手の主力をギリギリまで浮かすよ。上げ上げでいっちゃうよ。スゴーン。呪い。流派発動。三の型。屈するものか。逆に自分の部隊が動かされたくないときは、敵将に接触したときに受けるダメージを高速で繰り返して自主的に撤退する。このテクニックは練習しておくと、この試合のように明暗が分かれることもあるから便利。効果中に撤退することに成功したので即時復活。一の方。絶対負けねえ。
ラインが高いから通常撤退でも守りに間に合うと判断して計略は打たない。俺は不死身だ。戦機開放。月よ、俺に七難八挙を与えろ。逃げねえ。これは俺の人生のリベンジだ。せや。流派発動。三の型。喋りながらでも考えろ。なんとかなるでしょう。せや、最後まで下は抜かねえ。負けねえ。今回は2試合やるよ。美しき戦に心が高ぶるだろう。背中は任せるさかい、よろしゅう頼んます。かけよ。散りゆく定めく。かけよ。最後まで下は抜かねえ。おいおい、マジかよ。俺は不死身だ。セボーン、絶対負けねえ。セボーン、流派発動。二の型。
美しく美しく。おいおい、マジかよ。俺は不死身だ。美しき戦に心が高ぶるだろう。流派発動。身の型前期正義などだ。美しき戦に心が高ぶるだろう。ズボン！パクってなドローンは勝った者が正義などだ。何を捨てればいい。流派発動。一の型セボーン。これがセボーン。散りゆく定めか。作戦がある。の英傑に打ち勝ち、武の頂へ。背中は任せるさかい、よろしゅう頼ませ。勝ってそうではあるけど、目視だと怪しい圏内。確実に行くために城西さんは打つよ。発動。三の型。ご視聴ありがとうございました。